できた瞬間どこの場面かわかんないと出番だって言われてんのかもしれない。考える時間ないから自分のボール放るしかない状態に逆に追い込んじゃう。だから島内なんかそっちじゃないって感じなんですよ。もう考えさせない、もう考え、あの自分の肩を作ることだけ考える、体調だけ考える、その代わり急に出番がある。そうですね、多分田口そんな感じなんですよね。だから打者の相性とかこのバッターをどう抑えようなんて考えてる暇ないと思うんですよ。だって緊急登板ばっかしじゃないですか。ランナー2、3塁だから田口とか2、3塁になるかどうかがわからない状態ですから、でも相手が2、3塁にしたから田口ですから、同じじゃないですけど、香取投手とかもそれだったんですかね。だからその起用を森正明は、香取はそれで使ったんですよ。そうですね、塩崎は準備させて使ってるんですよ。そうですよね。で杉山も唐突に使ってるんです。正確なんですかね。多分考えすぎちゃうとダメなんじゃないかなっていう。このバッターをチェンジアップで抑え、まあ、決め球はチェンジアップにしようとか、このバッターは調子がいいから、もう甘いボールは絶対ダメだと、甘いボールは絶対ダメだと、ストレートも、絶対に真ん中付近は大事じゃダメだ、ダメだって言ってマウンド上がっちゃうとダメだけど、うん、そもそも、行けって言われた場面で行くしかないと、そんなこと考えてる場合じゃなくて、自分のボールを狙ったところに放り込むしかないっていう風な追い込みかな。確かに、でもクイックモーションに、例えば課題だとすると、クイックを速くすることをやる。これ練習でも性格変えろってどうやって変えていいか分かんないですからね。分かんないですから。だから、監督の方がその性格を把握した上で、これが長所なんですよ。考えさせない自分のボールしかいかないっていうことに対しての爆発的な集中力は持ってるわけですよ。で、爆発的な集中力を持ってる人の欠点は、長続きしないんですよ。長続き、まあ、当然トータルの総合能力があるので、できる人が いますよ。いますけれども、やっぱり、そうは言っても、まあ、半分ぐらいの人、まあ、半分、7割ぐらいの人は、やっぱり、突出してできることがあれば、突出してできないと思った方が、これは田口と塩見をうまく使ってるなって感じなんですね。で、カープの方は、もうとにかく笹岡監督がまるで考えすぎちゃうかのように使うわけですよ。で、矢崎が多分成功することによって自信をつけたのは、田口みたいな使い方をしたせいじゃないかって感じだね。で、抑えるじゃないですか。抑えるから経験をして、あ、こういうふうに考えれば抑えられるんだってことができ始めたんだと思うんですよ。意味では、そう、最初あの話したの、坂田玲投手、まあ、去年入ってね、今年1年間2軍で、これ、登板数、その多くないですよ、5月19日、ね、これはあの、投球回、1回投げてですね、
1イニングで2つ三振取って0失点とオリックス戦1失点1回投げて1失点阪神戦6月4日、1.1 と3分の1だけで3失点です。3自責点です。8月27日、ソフトバンク。これは1イニングだって0。次、9月4日、オリックス戦。これ1イニングだって0。9月30日、まあ、3分の1だけで3失点阪神戦。ここはパ・リーグを抑えるけどセ・リーグだと打たれると。特に阪神打たれる。そうですね。私はね、これは高田投手は、まあ、前半点取られてますよね。で後半抑え出してますよね。はい、多分、まあ、私もデータ見てないんでわからないんですけど、多分ナックルの状態ではなくて、ストレートが投げれてるか投げれてないかな気がするんですよ。その対比の。ストレートがダメで、ストレートを打たれて点取られてるんじゃないかなと。もうナックルは見逃せやいい。なるほど。で、なおかつ同一リーグだと、坂田を打たないと彼らも一軍がないんですね。そうですね。まあ、それは首かかってますからね。なので、で、まあ、当然坂田投手がね、一軍に来る。まあ、当然自分も一軍に行けば、打っとかないといけない投手っていう、ああ、それはあります。意識の違いもある。かなという感じ。私はね、これね、坂田投手のは、前半はもうまあストレートが全く話にならなかったから、ナックル投げても見逃されてたんじゃないかなっていう。ああ、で苦しくなっちゃってと。で、フォアボール出す。で、ストレートが甘くいく。で、まだまだ若いですから、打たれる。キレがないでしょうからね。もともと坂田投手って長身だし、まあ、速球派だったんですよね、だけどね。速球だったはずなんですよ。だから、ナックル投げる、まあ、欠点は、ナックル投げる投手の、まあ、ミンチー投手なんかそうですけど、150から141にまで落ちてますので。そうなんですよ。ねえ、だから坂田投手がナックルを身につける、投げる数が増えれば増えるほど、ストレートのキレ、もしくはスピードが落ちたんじゃないかなと。なるほどね。だから、ナックルの精度が上がっていく、まあ練習もするだろうし、まあナックルでやっていこうと思ったから、まあ当然自分の武器にしたかったんだと思うんですね。フォークボールの代わりみたいな決め球として。ところが、それの精度が上がる、できればできるほど、自分のもう一個の武器だったストレートがどんどん落ちてった感じ。あ、ナックルボーダー、大リーグで言えば、ディッキー投手。ナックルボーダーが球遅いかなと思ったら、ナックルすら速いし、結構ナックルが投げるんですよね。なストレートも速いんですよ。で、これ私、いつも頭に思い浮かぶのが、実は、まあ、山口哲也投手ってジャイアンツの育成から入った投手が、実はプロの小谷投手が見た時のストレートで132、3なんですね。で小谷投手がなんで育成で取ったかったら、シンカーがズバ抜けてるって取ったんですよ。で、プロに入って、で何をしたかったら坂田投手の逆なんですよ。すでに一軍に来た時山口投手にシンカーがあるなんて誰も思ってないはずなんですよ。なるほど、なるほど。154号のボールでしょって話ですよね。あとスライダーってなっちゃった。だからシンカーがすごいか山口はストレートが投げれなかった、まあ、投げれなかったが上がらなかった。まあ、当然自分がやってた環境のトレーニングが、
うまく合わなかったからストレートも伸びなかったけど、ジャイアンツの指導、プロっていう指導を受けたら、まあ才能が開花して、別にシンカーに頼らないストレートを身につけたので。中田投手もナックルボールはね、フェルナンデス投手に教えてもらう。ここでちょっとストレートを磨いた方がいいってことですね。私はですね、ナックルを徹底的に磨くと、握力が増してくるはずなんですね。ああ、そうでしょうね。力がいるので。あとは、それが握力が多分ありすぎて、ストレートの握りが握りすぎなはずなんですよ。今までより。だからよく回転がいくピュッ、なんですか、指先が切れるようにピュッって切るボールが、握りすぎて切れないんじゃないか。なんか、うぐさの、ホームのバックホームとか、若い頃の金本のホームのバックホームみたいに叩きつける感じなんじゃないかなって感じなんですね。握りすぎて。だから、これは、やっぱり黒、まあ当然高橋健が一軍とはいえ、教えた方がいいと思うんですよ。高橋健、まあ要はナックルと似てるのはチェンジアップですから。だから、ストレート、要は、チェンジアップみたいに、まあ、チェンジアップとナックルを同類とすれば、高橋健投手も150キロ超えるボール放ってましたから、そのストレートの握りというか投げ方をちゃんと教えた方がいいと思うんですよね。ストレートを鍛えて、さらに、まあ、ナックルボール。ストレートを140から150ぐらいまで上げる練習をすれば、通常はナックルの精度は上がるはずなんです。これは多分パワーカーブに近いはず。まあナックルカーブに近いはずですので、そうしてくると坂田投手が、うまくすると、まあ左の森浦、で、まあ、坂田投手も使って、これカープ、ピンチの時の投手が2枚いることになるんです。そうですね。大きい。変わりだ。で、当然この、まあ、イニングを稼ぐ中継ぎ。まあ、俗に言う勝ち。まあ、勝利の方程式のピッチャーはピッチャーで、ケムナとかね、矢崎とか、まあ、当然島内とか。堀江とかそれを作っていけばいいと思うんですよ。だからピンチ用の投手とイニングをちゃんと抑えてもらう用の投手に分けなきゃいけないと思うんですよ。だから考え方としては昔に戻る感じでいいと思うんですよ。左殺し右殺しみたいな。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。